こちらは中日新聞の記事の引用なんですけれども、とても興味深い内容が書いてありましたので、これを紹介しようと思います。特に重要なのは、この赤い線で書かれたところなんですけれども、これを拡大しますと、このように書かれています。まだ要項案の段階ではあるんですけれども、相続不動産の取得を知ってから、 3年以内の所有権移転登記を義務付けるようですね。これをしないと10万円以下の課料に処せられてしまうようです。もう一つは、引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記をしなければならないようです。こちらも怠ると5万円以下の課料に処せられるようですね。 そして今回の記事の中で私が最も気になったのはこの部分なんです。ここを拡大しますと相続した土地の所有権を手放すことができる条件が書かれているんです都会の高い土地を持っている方にとってはそんなの放棄したら損ですけれども田舎の何の利用もしてない土地を相続しなければならないのかなって思っている人にとってはこれ朗報ですよね。 ただ、条件が書いてありまして、ここに、えー、書いてない条件も付けてくる可能性は十分あります。さらに、申請者は10年分の管理費相当額を納める必要があると書いてあります。この管理費がどの程度になるかっていうのはちょっとわかりませんけれども、まあ、それなりの金額を納める必要が出てくるんじゃないかなと思います。 昔は先祖代々の土地っていうのは継承していくっていう考えがあったと思うんですけれども最近は利用価値のない土地っていうのは持っててもしょうがないっていう合理的な考えに移ってきていますからねですのであまり安い金額を設定してしまうともう軒並み放棄が始まるような気がしますまあこの法案がどうなるかわかりませんけれどもまあいらない土地は本当に放棄したいですね 法案が通りましたら、またその中を見ていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。